朝禅寺は東京都新宿区四谷にある総東州の寺院。引きつか、海の国の戦国大名、武田信玄の家臣であった高坂正信が天正三年に建てた世が起源とされる。貝さんの連学は寛永九年に没していることから、それまでには寺院として成立していたものと思われ、江戸幕府により寛永十一年以降に麹町から 四谷の地に寺院が多く移る以前から、同地に開かれていた。別名笹寺とも呼ばれ、二代将軍の徳川秀忠、内氏は三代将軍、徳川家光のどちらかが名付けたとも言われているが、確証はなく、境内に笹が茂っていたことに由来するとされる。本尊の釈迦如来像は、元読年間の作で、自宝となっている、目の観論は、 徳川秀忠のレンジ物であったとも伝わる。境内には四谷漢人相撲子祖と刻まれた大きな石碑がある。これは江戸時代の伝説的な力士、赤石志賀之助が官営元年に境内で6日間の相撲工業をしたのを記念して作られたものである。また、近隣の慶応義塾大学医学部生理学教室で実験用に使われた河津を供養するために作られた。 引きずがある。墓地には、江戸時代に活躍した国学者の林国親、その子、林美香を、さらに孫の林美香を見、同じ国学者で、畠山梅健と孫の畠山女神祭などの、歴史的な人物の墓がある。ありがとうございます。